まあ、向こうは五社駅の方なんですけども、この辺の畑多分耕作放棄地ですね。この辺りも探したら結構ありそうですね。多分そうだと思いますね。もう草の生え方、こちらはどうなんだろう、微妙ですね。まあ、稲刈り取ってから、まあ、この辺りもおよそのところ耕作放棄地なんでしょうね。もったいないですね。誰かはしたらいいのにと思うんですけどね。まあ週話の方と仕事としてつなげるかどうかとか、まあ、とりあえずできるっちゃできるはずなんですよね。小麦畑とかで、あちらにあの車も金属回収として扱った方が良さそうですけどね。もう放置してるあの車で、今こちら五社駅の方へ向かって歩いています。で、その踏切越えてからかな、まあ、この辺もね、竹の密集地帯で、まあ、結構もう枯れてる竹とか横たわってますけども結構あります。もう竹の取り放題ですよ、はっきり言って。まあ、色悪くなってる竹から、もう昔からもうこういう状態、本当にもういくらでもある一駅の区間で本当にむちゃくちゃたくさんあるからで、ある程度間伐してあげたらまた次のが生えてくる。これが本当あー違うかな、この道じゃなかったかな、この道かな、あーこの道や、この道向こうの方がね五社駅ですね。もうちょっとこのまま撮影しましょうかね。あの辺りにも結構まあススキかな、そういったものが生えていて、まあこの辺もちょっとね土砂のかき出しとかが必要で、あそこまで行くとちょっともう面白いものですよ。なぜ川にあんなものがあると。まあこれ有野川で、前日特に雨とか降ってないんですけどね。まあこれ見てもらったら分かりますけども、まあ五社駅近くで 1秒間あたりにで、まあ風呂半分か1杯分ぐらい160リットルぐらい流れてるかもしれないですね。でまあ一応こちらからある程度は降りていけるような坂がついてます。あとは特にはしごか、まあ、何かあったら、まあ、一応そこからこう歩いていけば向こうの中、まあ、河川水門開閉式断発線ができて、水止めてから入っていって土砂のかき出し、まあ、あの辺りも結構ねしなきゃならないことたくさんあります。まあこんな道なんですけどね、あんまりこの道もたまに黒い蝶みたいなのが飛んでたりする時あるんですけどね。もう横見たらね、水路結構水が流れてるんですよ。まあもともとあの辺りも農業地帯だったから、そのための水路なんでしょうけども、まあ結構ね竹いくらでもあるっちゃあるんですよ。もうずっとこういう状態で、こちらはまあ何なんでしょうね、岩なのかな、木が生えてきてるからちょっと判断、その上かな、岩の上のところに土が堆肥して、まあもともとね葉っぱとかが土にな変化していくんですよね。でまあまだこう竹がたくさん、まあこれが竹林というやつですね。まあどこかの漫画が竹林草、竹林草というこの人の考えたアイデアもうね、もうこういうここまでの光景見たらもう分かるでしょ。竹の色がもう黒くなってるで、足元とかもこんな状態、もう竹が至る所に倒れてるから、本当にそのうちここも竹で埋まるんちゃうかってまさに竹破る。まあ、向こうの方はね、ある程度の手前の部分だけでいいと思いますよ。あまり高いところを無理に登ろうとしても、落下したら大怪我しますから。
で、その辺のあの木とか多分いつか倒れてくると思う。大きくなりすぎて、あの足元のところが左側の方ですよ。右手と左手ありますけども、左側の下ちょっとね、あの辺りが崩れたら多分倒れてくる。本当のこと言うとこの辺りもそう。まあこの辺りも竹もね、一回この辺りとかこの辺りある程度伐採しちゃったら、日当たりがね、あの太陽が動くんでね、あのある程度、まあなんかあんなところにこう岩があってみたいなね、一応まあ階段があるんですけど、まあこの辺りも簡単にあの集めれるっていう地点ですね。もうすぐそこに御社駅があるから、だから北高の方でその神戸電鉄さんの方に許可が下りたら、御社駅から列車の方に積み込んで、まあ学校の近くの駅で降ろして、で発電すると。すごいからこの辺も本当にこんなに採取しやすい。あとこの密集率すごいでしょ。あのね、僕の家の近くの田淵駅から消防署の方へ行っても、その先のジャパンっていうスーパーマーケットがあるんですが、そのあたりもね、あの向かい側のところ、道路の向かい側ぐらいのところに竹の密集地帯がもうほっとっても根元の方から勝手に入ってくるから、その勝手さ加減がちょうどいいという。で、多分、北高の方が追いつかへんわと。まあ、とりあえず、一旦エリア、北高のエリアは谷上ぐらいまでええんちゃうかと、南の方は。北の方はもう五社ぐらいまでええんちゃうかと。そこから北は三田学園の方に任せといたらええんちゃうかと。まあ、こういうわけですね。まあ、運動部の人ですよ。運動部の人、総出でかかったら、結構集まるでしょ。順番にそれこそ、まあ、ピストン輸送というやつですね。新鉄で一両だけ、時間帯とか決めておいて、その一両だけのところに、竹を詰めるだけ詰め込んでしまうと。多分、入れるときに、ある程度、現場で、裁断しないと斧で、真っ二つに割ったりとか、まあ、いくつかに割ったりとかして、乗せなかったら、電車のドアのところで突っかえるんでね、そこで面白い作業いらないんで、その辺はしっかりとした対応をしてください。どこだったかな、御社駅。ちょっとね、僕の方が御社駅よくわかんなくなってる状態ですね。そこの道を、なんかね、この辺もなんか一応足場作ってくれて、いつの間にか変わった工事が、まあ、ここもね、水門で、まあ、水貯水して、まあ、河川水門開閉式ダム発電のちょっとしたバージョン。あとこういうツルとかも横から生えてきてますけど、ああいう風なね、すごく乾いたものはよく燃えるんですよ。こういう風なものも、まあ最初はマッチとかで火をつけて、でここをこう歩いて、であちらが御社駅。ああ、やっと分かりました。一駅先で僕もこれ、たまに歩かんかったらよく分かんなくなりますからね。もう言い出したらきりないぐらいもう山見えるでしょ。その野球部とかが頑張って、木を切りに行きゃ海外から輸入しなくていいですから。410万ヘクタールぐらいかな、ヘクタールじゃなかった、何だったかな、あの単位、まあ、とにかく大量の木材をね、ロシアに木材ちょっと買わせろとか、カナダからちょっと木材送ってこいとか、この日本の怠け具合とやんちゃさ、本当に学生さんにちゃんと厚生年金つけてあげるから、社会保険入れてあげるからって、でその方向でね、物事を進めた方が絶対賢く、この辺も書き出す量ものすごいから、これ基本的に僕の考え方としてはスコップとかなんですよ。大型の回転扉式なんかもうどれだけ置けることが、向こうの方のね、岡場じゃない、田淵駅近くの有野川で、まあ水位大雨の時で半分ぐらいにしかならないんですよ。だからこの辺とか見てもらったら分かる通り、草が生えたら生えっぱなし、そんなに水ありませんの方なんですよ。大雨ぐらいは草の方も水没しても何とか生き延びてる方なんでね、その辺遠慮なくていいと思います。
まあ以前も映したと思いますけど、さっきの水路ですね、結構な水が流れ込んでる、どこかで水が地面の亀裂から水がなくなってる、だんだん空洞化が始まってる、あーいつかこの辺りもある程度の震災があって、もう予想つくんですよね。もうこれだけデータ揃ってると。今年2022年、本日11月27日ですが、あ、ここにも耕作放棄地があった。もう五社駅のすぐそばから、これ学生さんの方で小麦畑作ったったらええんちゃうか。本当にもう日本も輸入してる方ですからね、小麦貿易輸出には我々の方で変えてしまうぐらいの勢いでね、頑張ってもらえたら。ここにね、あの五社駅あります。あちら入り口、間違ってもこちらの踏切から入ろうとしないよ。いや言ってあげなかったね、本気で間違える人もいるから。でここ改札口、あのどれぐらいの長さにしておけば、あの電車のドアの中入れるかっていうのもう大体わかるでしょ。まあ多分、まあ無難に2メートルぐらいにしといた方が多分いいと思う。それぐらいあんな枯れてる木なんか斧で一撃だから。以上です。